せ、いきなり変な声出しちゃって驚いちゃいましたよね。ちょっと腰の裏にある筋痛めちゃって。どうやったらそんなとこ痛くするんだよって話ですよね。この間体育祭があったんですよ。私その日はチアで頑張ってたんですけど、張り切って応援しすぎたせいでやっちゃいました。応援以外にももちろん競技にも参加したし、そのせいもあるのかも。私もともと運動って得意じゃなくて、中学生までは体育祭とかそういうの好きじゃなかったんです。でもでも今回の体育祭は今までで一番楽しめました。チアガールとしてチームを盛り上げることができましたから、来年もチアに選ばれてみんなを盛り上げたいな。あ、そういえばチアをやってて思ったんです。私昔より体力ついたなって。昔の私は体力作りだったり運動すること自体に苦手意識がすごくあったんですけど、ポスパルで本格的にアイドル活動をするようになってからは結構そういう基礎練習をするようになったんです。なんでかっていうと、アイドル活動を続けていく上でどんな経験も無駄にはならないんだってことに気づくことができたんです。そう思えたらなんかとっても楽しんでできるようになりました。その一つ一つがきっとアイドル丸山愛を輝かせてくれるものだから。ってなんかちょっと臭いこと言っちゃいましたねでもでも今回の体育祭でそのことに改めて気づけて本当に良かったです。あともう一つチアをやってて思ったことは、私ってパスパルではボーカルじゃないですか。だから基本的に取材で写真撮ったりするときとかライブのときとかってセンターになること多いんですけど、少し後ろから誰かを応援するのもすっごく楽しいなって。チアでみんなを応援してるとき本当に気持ちよかったんです。あ、いえいえ、センターが嫌ってわけじゃないです。センターは大好きですよ。だって憧れのあゆみさんと一緒の場所に立ててるわけですし、これからもパスパルのボーカルとして一生懸命やっていきたいって思ってます。っていうか考えてみれば場所って関係ないのかも。私はセンターに立って誰かを応援し続けるような存在でいたいんです。みんなに勇気を与えられるような、努力は決して無駄にならないって思えるような、そういうことが伝えられるアイドルになりたいんです。そのためにももっと体力作り頑張らなきゃ。運動が得意じゃないなんて言ってられないですよね。体力作りの自主練はずっと続けてやってるんですよ。あ、でもやりすぎちゃったら筋肉ムキムキのアイドルになっちゃう？それはちょっと嫌かも。あ、笑わないでくださいよでも私の言葉で笑顔になってくれたので嬉しいです。誰かの笑顔って自分の力になりますしね。応援したり笑顔にしたり、パスパルでやりたいこと増えちゃいました。よーし、それじゃあ手始めに今からお仕事の応援しちゃおうかな。綱引きの掛け声でした。その前にこの痛みどうにかしなきゃですね。治ったらまた応援させてくださいね。